あなたの会話を行ったり来たり。はい、皆さんこんばんは。過去未来です。というか、過去ミラチオヤジです。私、過去未来は昨日17歳の誕生日を迎えたのですが、突然声がラチオヤジになってしまったんだよね。伊豆い。宮城の方言で言うけど、伊豆い。アウトです。この眠たくなるようなラチオヤジボイス、いつか治るんでしょうか。伊豆い。ということで本日の告知です。本日10月11日金曜日夜の10時から過去ミラチオヤジライブを開催いたします。本日も先週に引き続きゲストにピーチクオさんをお迎えし、あいつのおもちゃのドッキリ映像を詳しく解説付きで見ていこうと思っておりますよ。はい。チクオさんのね、スケジュールの都合で本日は夜の10時からのスタートとなります。ラジオおじさんともろかぶりなんだよね。はい、ごめんなさいね。皆さん切に見てくださいね。伊豆い。あなたの会話を言ったり煮たり焼いたり、あーごめんなさい。あなたの海パンを買ったりしたし、あーごめんなさい。アナゴの煮つくよ食ったりしたい、あーごめんなさい。自分の願望言っちゃった。